さあ、噂によるとですね、柱稽古編、そして無限上編のお制作が、なんとすでにね、始まってるらしいんですよ。まあ、そんな情報を耳にしました。 はい、ということで、まあ、今回はですね、えー、6月の18日、えー、もしくは25日に、えー、最終回を迎える、えー、鬼滅の刃刀火事の里編ですが、あ、そんな最終回には、いよいよ続編である、えー、柱稽古編、そして無限上編の、制作発表 PV が、公開される予定なんですよね。で、今回はですね、そんな制作発表 PV で、えー、解禁される内容についてね、 予想していきたいなと思いますということでもう早速やっていきましょう <noise> はいということでまずはですね去年ですね刀鍛冶の制作発表時に公開された情報は何なのかそれから見ていきましょう さあ、ということで、えー、去年の PV はですね、こちらですね、えー、遊楽編の時の、まあ、最終回に公開されましたが、まずですね、時、えー、藤無一郎くんのキャラクターデザインの方が解禁となりました。いやー、こちらかっこいいですよね。まあなかなかもうこの段階からクオリティが高かったんですが、あ、そしてですね、えー、観路ん光じさんのキャラクターデザインっていうのも、お、解禁となっておりました。 いやー、これもなかなかいいですよね。うん。で、そしてツイッターの方で、新規キービジュアルがね、解禁となっておりました。はい。まあ、そんな感じの情報っていうのが、去年解禁されていましたね。 はーい、えー。ではですね、今年はあ、どのような情報が解禁されるのかあ、予想していきたいなと思うんですけども、ま,あ、まずはですね、す、え、べ、ー、ての柱の新規キャラクターデザインのね、えー、解禁っていうのがあるんじゃないかなと思っておりますね。まあ、これは柱稽古編でも、無限上編でも、柱っていうのが全員集合なので、まあ、おそらくこの刀鍛冶の、 まあ柱二人のキャラクターデザインが去年解禁されているとなると、まあ今年はそんな感じで、すべての柱のキャラクターデザインっていうのが解禁されてくるんじゃないかなと思うんですけども、まずはですね、え水柱。 まあ、富岡義勇ということで、うん、まあ、こちらね、久々に見たいですよね。新しいデザイン。で、そして、虫柱誇張忍ぶということで、まあね、忍さんも、なかなか、うん、デザイン解禁されてから、まあ、しばらく経ちますので、まあ、新しいデザイン見たいですよね。はい。 で、そして音柱渦井天元ということで、まあ渦井さんはですね、今回柱稽古編から、まあね、キャラクターデザインが変わってくるので、まあおそらくね、やっぱり渦井天元は、うん、新しいデザインに、まあしなきゃいけないですよね。はい。で、そして霞柱時と無一郎ということで、まあ無一君もですね、 まあ今回一応刀鍛冶で、まあ新しいデザインが解禁されているんですが、まあまた無限上編の方でも、まあね、こう柱全員解禁するんだったら、まあ新しいデザインまた欲しいですよねって感じですね。うん。で、続いて風柱、品塚、さねみですね。うん。まあさねみの方もね、まあしばらく登場がないので、うん、まあ新しいデザインが見たいですね。はーい。 で、そして、こういう柱、かんろじみつりと、いうことで、まあ、こちらもですね、まあ、刀鍛冶の方で新しいデザインが、まあ、解禁となるんですが、ま、あしかしね、やっぱり、ま、ときとうくんと同じように、まあ、他の柱解禁するんだったら、ま、あ一緒に解禁してほしいよねって感じですね。はい。で、そして、ヘビ柱、イグロ、おまないと、いうことで、ま、あイグロさんの方もですね、新しいデザイン見たいですよね。まあ、しばらく登場していないんで、 まあやっぱり見たいですよね。はーい。で、そして続いてが、あ、岩柱、あ、姫島行明ということとなっております。はーい。まあ、姫島さんはね、本当に登場しないですよね。うーん、しばらく登場していないんで、やっぱり新規のキャラクターデザインが、ちょっと見たいですよね。うーん。 まあそんな感じで、えー、新規のキャラクターデザインね、えー、柱版が公開されてきそうなんですが、あそして一応ですね、えー、上限の鬼のお新規キャラクターデザインなんかも、まあ解禁されてくるんじゃないかなと思っておりますね。まあ無限上編では、やっぱり上限がね、321が中心となってきますので、えー、まずはですね、上限の3のお赤座うん。赤座はね、 そう、刀舵で、だいぶキャラクターデザインが、まあ、シャープになっていたような気がするので、そうですね、無限上編の方でも、またちょっとこう修正を加えてくるのかなって感じですね。で、続いて上限の2のドーマですね。はい。えー、ドーマも、まあそうですね、なかなかシャープにキャラクターデザインが修正されていましたね。一応ね、優覚編の時と、まあ比べて、 そういうのを感じました。はい。なので、またこう、無限上編の方でね、またこう、修正案というか、うん、修正キャラクターデザインが、まあ、解禁されてくるのかなって感じですよね。さあ、そして上限の位置の、お国志望の方なんですが、まあ、国志望がね、 えー、ずいぶんと、まあ、登場が少ないということで、まあ、刀鍛冶の方で、まあ、第一話で登場していたんですが、まあ、なかなかまだね、キャラクターデザインの全貌っていうのが、まあ、見えてきてるわけではないので、まあ、そうですね、今回改めて PV の方で、 そうですね。解禁してほしいって感じですね。うん。で、そして今回ね、えボスであります、奇物事務ンの新しいキャラクターデザインなんかも、まあ、解禁されてもおかしくないのかなと思いますね。 またこう、無限上編は最終決戦なので、ま、すべての柱、そしてすべての上限が登場するということなんですが、まあ、一応他にもね、上限の鬼っていうのは登場するんですが、まあ、鬼滅の公式さんは、あ割とネタバレを含むね、デザインっていうのは解禁しないのかなと思いますので、まあ、解禁するとしても、まあ、柱すべてのキャラクターデザイン、 で、そして上限の鬼の、まあ、321で、そして鬼仏寺無惨と、こういったね、えー、キャラクターデザインなんかが、うん、改めて無限上編バージョンで、ちょっとこう解禁されてくるのかなーっていう感じですね。まあなので、まあ今回このキャラクターたちが、主に活躍しますよ、みたいな、まあ PV と、まあ、なってくるんじゃないかなと思いますね。 で、これは解禁されるかはわからないんですが、あ一応、玉代さんと、ゆしろうがですね、今回、無限上編の方、そして柱稽古編でも、若干登場いたしまして、まあ活躍してくるので、そうですね、なんかこう、しばらく経ってますし、まあ新しいキャラクターデザインの方が、 ま、解禁されてもおかしくないのかなとは思いますね。うん。まあ、そんな感じの、お、柱稽古編無限上編の PV と、あとですね、ツイッターの方で、新しいですね、キービジュアルですね。柱稽古編、無限上編のキービジュアルの方が、まあ、今回、この6月の18日、で、そして25日の日曜日のどっちかの、 ま、最終回ですね。刀舵の最終回公開日の、ま、放送後に、ま、解禁されてくるんじゃないかなと思います。えー、なのでですね。まあ、間もなく、柱稽古編、そして無限上編の、ま、新しい情報が、ま、公開されてくるのかなっていう感じで、ま、あなかなか楽しみですよね。うん。で、ま、あ一応冒頭でも言ったんですけど、なんかもう制作がね、まあ、始まってるらしいんで、 まあ、リーク情報が、うん、出ていたんで、まあ、そんな感じで、まあ、ほぼ確定で、まあ、この日にね、PV っていうのが、解禁されてくるんじゃないかなと思っておりますね。はい。まあ、そんな感じで、皆さん高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。では、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう,う <laughs>